テリー・フォックステリー・フォックスの像テリー・フォックスの像テリー・フォックスは希望のマラソンで知られるカナダの義足マラソンランナー1958年7月28日マニトバ州ウィニペグで生まれバンクーバー近郊のポートコキットラムで育つサイモン・フレーザー大学の学生でバスケットボール部で活躍していた1977年右膝の痛みで医者にかかったところ それが骨肉腫であることが判明。骨肉腫で右足を切断した後、癌研究資金を募るために、1980年4月12日、ニューファウンドランド州のセントジョンズから希望のマラソンを開始した。鉄のような硬い石で北アメリカ大陸を横断して、バンクーバー島のポートレンフ流を目指し、義足をつけて毎日フルマラソンと同じ 42km を走り続けた。 目標は乾燥と100万ドルの募金を集めることだった。しかし143日目の9月1日5 3 7 3トルを走ったところで、がんの肺への転移のため、オンタリオ州サンダーベイ付近でマラソンを断念し、入院。1981年6月28日、テリーは22歳の若さでこの世を去った。 彼の意志を継ぎ1981年9月以来、毎年、癌研究資金を募るチャリティーイベント、テリーホックス・ランが、世界中で開催されている。2004年に、カナダ放送協会が実施した、意外な、カナダ人の調査で、トミーダ・ダグラスに次いで2位に選ばれた。2005年、朝鮮25周年記念1ドル硬貨が発行された。 テリー・フォックスにちなんで名付けられた施設が数多くあり、出身地ポートコキットラムにある、テリー・フォックス接近デリースクール、オタワにある、陸上競技場、テリー・フォックス・スタジアム、オタワの公共交通機関、オークル・トランスポのテリー・フォックス・ステーション、カナダ沿岸警備隊の祭標船 CCGS テリー、フォックスなどがある。希望のマラソンに関するカテゴリー、ありがとうございます。